はい、ただいま緊急で動画を撮っておりましてですね、はい、はい、本日は5月3日木曜日の今3時10分ということなんですけども、この動画は今21時に配信されていると思います。もう6時間ないですから ね。これなんでかっていうと、昨日配信した小安田初のドキュメンタリー番組、皆さんご覧いただけましたでしょうか。まあ1時間超えということでです ね、長い動画になりましたけどね、はい、ご視聴いただいた方ありがとうございます。はい、小焼きスタジオロードトゥーミリオンというテーマでチャンネル登録者数100万人を目指すということでね、はいはいはい、なんでこれ出したかというと、やっぱりいつもチャンネル登録お願いしますと口で言ってても、そうですね、まあ、どんだけ裏側でね、苦労しながら作ってるかみたいなね、まあ、あんまりそういうの見せる必要もないんですけども、そうですよ、以前からその裏側を見たいですとか、そうそう、密着がね見たいっていう、そうそう、一本作るにどれだけかかるんですかとか、こうするリクエストとか質問があったのをなかなか紹介しきれなかったんですよ。そうなんですよ。で、きっかけはですね、その光くんの動画で、スタジオがちゃんと映って紹介されて、でスタッフが映った時に、あ、こんなたくさんのスタッフさんでやってるんですみたいなことが出た時に、あ、そうだよなって、100万人を目指してるのって何も僕たちだけじゃなくて会社一丸となってスタッフの思いでもあるんだなと思った時に、まあ、スタッフやスタジオも、まあ、演者としてね、一つの、まあ、チームとしてやってるんで、はい、まあ、紹介してあげてみんなで100万人を目指してるってことが伝わったらいいなと思う気持ちで、たまたまその時に、5月2日が4周年であるという、はい、まあ、記念日もありまして、特刊ではありますが作らせていただいたということなんですね。うん、そうですね。はい。そしてですね、その回もありまして、昨日すごい登録者が伸びました。はい、ありがとうございます。はい。99万人、あと1万人を切っていたというところからですね、はい、今この、15時の時点で、はい、リアルタイムちょっとお見せするとですね、はい、はい、この99万1668人まで来ましたね。すごいですね。はい、ということで残り8300ちょっとですか。はい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 、はい、ということで非常に順調にいってるんですけど、すごいよ。まあ、残念ながらね、4周年の5月2日には、ね、100万人とはなりませんでしたが、まあ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 、まあ、ちょっと誤差の範囲ということで、はい、はい、なんとか今週中には行ってほしいなという思いでお願いします。お届けしております。はい。で、昨日の動画ですね、まず、配信自体がね、遅れてしまって大変申し訳なかったです。いや、すいません、ほんと。はい。どうしても昨日中に出したかったんでね。そうなんですよ。はい。ただですね、ちょっと特化で作ったのと、どうしても昨日見てもらいたかった気持ちもあったんで、少しね、カットする部分結構多くなっちゃった。まあ、あとちょっとね、ミスとかも目立った部分もあるんですけどね。そう。なんで、そちらの方はですね、後日、僕の Vlog の方で完全版として、もう2時間ぐらいの尺にして、ちょっとお送りしようかなと思ってるので、ぜひね、楽しみにしててください。ご期待ということでお願いします。はい。そしてですね、4周年の記念と感謝をね、改めて伝えさせてください。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、せっかくだったら100万人の瞬間をみんなで迎えませんか？はい。はい。ということで、急遽決めました。5月5日、今週の金曜日、はい、21時から、1時。100万人いくまで生配信決定。はい。はい、ぜひですね、チャンネル登録がまだの方は今すぐチャンネル登録をよろしくお願いします。あ、でも空気読んどいてもらってね、100万人超えないようにだけお願いしますね。そう、ただね、結構ね、詰めてもらわないと生配信の時間がもう何十時間になってしまう可能性があるから、そうなんですよ。もうできたらね、1000人ぐらいまでは言っといてほしいわけ、残り。そう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 。つまり今だから残り8300人ぐらいでしょ。はい。だから今日中に8000人ぐらいは増えてもいいわけですよ。だから300人ぐらい残しといてもらいまして、うん、そうそうそう、それ全部超えないように、そう、この3日間で2000人、3000人ぐらいの登録をしてくれるとちょうどいいかなっていう。そうなんですよね。はい。いや、僕たち今毎日1日平均、1100人ぐらいかな。あ、そうなんですよ。平均で増えていって、これもすごい記録なんですけども、はい、まあ、せっかく4周年も迎えましたし、ちょっと加速したいなということで、ちょっとね、1日2、3000人の登録があったら嬉しいなと思っております。お願いします。ぜひまだの方はよろしくお願いします。はい。前回ですね、生配信したので、トラ君いつか覚えてますか？でも結構小焼きスタジオでは空いてますよね。そう、実はですね、僕たちビゴライブをやってたり、はい、僕も Vlog で生配信してるんで、意外とやってるようなイメージあるんですけど、うん、2人で小焼きスタジオでやるのなんと去年の5月1年やってないんですか？そう、1年ぶりの生配信なんですって。そう、はい、もしよろしければ生配信でどんなことをやってほしいか、まあ、ぜひですね、この動画にコメントを残していただけたら嬉しいですね。はいはいはい。まあ、例えばそのドキュメンタリーを見ての感想とか、うんうん、生配信でやってほしい企画なんかもですね、ぜひ書いておいてくださいませ。はい。そしてですね、昨日のドキュメンタリーでいろいろですね、うんうん、コメントをいただいてるんですけど、いただきました。もうね、500件近くいただいてるんですよ。すごい。いや、1日でね、500件近くのコメントいただくことね、まれ。これかなりすごいことですよ。すごいんですよね、はい、それだけ普段なんだろうな、見るだけ見る線みたいなね、うん、
人たちからの熱いコメントなんかもいただきましてね、あの感無量でございます。ありがとうございます、はい、その中でもですね、一部ちょっとコメントを紹介させていただきたいなと思っております。はい、はい、よっちゃんさんありがとうございます。忙しいのにちゃんと公開してくださりありがとうございました。じゃあ遅れちゃって申し訳なかったですね、うん、最後のエンドロールを見て泣きました、チャンネル登録者数がたくさんになっても変わらないコンセプトでやってくださる YouTuber さんたち、ずっと同じ目線で見ていられるところが押せるポイントだと思っているので、100万人いっても変わらないお二人でいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ変わらなきゃいけない部分はあると思うんですよ。やっぱ10万人の時よりも100万人の方がたくさんの人に見られてるわけですから、はいはいはい、そういう原稿に関しても慎重になったりする部分もありますし、なんかこうあり方みたいなのは変わるんですけども、気持ちはね絶対変わらないんですよ。そうそう、楽しいエンタメを届けたいっていうことは、うん、もう一人のチャンネル読者一人の時から100万人までも絶対変わることはないんですよね。根底は変わんないですね。そうだから僕らも4年間の中で紆余曲折あって、最初はアニメ漫画の都市伝説から始まって、今は実写系になってますけども、そのドキドキするっていうことをワクワクする、そしてワクワクをみんなに届けたいっていう都市伝説のそもそものコンセプト自体は変えてないと思うんですね。そうですね、そういうことの変化はあれど気持ちは変わらないんでね、ちょっと応援していただけたら嬉しいなと思っております。ありがとうございます。はい、2人目紹介します。セリナさんありがとうございます。昔の小屋の映像をちょこちょこと、エンディングに流していただき、とても感動しました。ご質問なのですが、1日半ほどドキュメンタリーを撮られたということですが、どこかで全てを拝見する機会はないでしょうか。ぜひ見させていただきたいです。はい、こちらはですね、今、Vlog チームと小安田チームで、急遽会議しておりまして、なるべく早いうちにですね、完全版という形でね、Vlog でアップさせていただけたら嬉しいと思っております。だってね、小屋キーさん の, 一人で写真を撮りに行ったあれとかもまるまるカットされてるんで、そうだ、だからちょっとね、あの日が Vlog の撮影によっての日だったんで、はいはいはい、どうしても僕メインみたいになっちゃったんですよ、うん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 、だからそれは2人でやってる小屋さんとは関係ないでしょってことなんで、ちょっとカットした部分があるんですけども、わりかし僕が恥ずかしい思いしながら一人で撮影した姿とかも映ってるんで、そうですね、ぜひ見てもらいたいんですよね。はい、ということで、もうその2時間を超えると思うんで、完全版のね配信日が決まったらまたすぐお知らせいたします。ぜひご覧くださいませ。はい、続いて3人目、アーさんありがとうございます。4周年おめでとうございます。ありがとうございます。ヒカルさんのところから来て気づけば毎日見てます。お、嬉しい。東屋さんの目は開いている、開いてるの、わざとつまらないね。開いてます。これ開いてる？開いてます、見えますよ。嘘、じゃあちょっと今から俺何か出すから当ててみて。はい、財布。なんで見えてんのこれ。見えてます。どうやって見えてるんこれ。いや、もう心眼としか思えないんですけど。これ見えてますね。これは全然見えてます。これ富士虎ですね、はい、これ余裕です。そうですか、はい、います。はい、というけど見えてるということです。朝、はい、ご理解いただきましたでしょうか。お二人の掛け合いが癖になりますね。これからも毎日見ます。ありがとうございます。あります。はい、そうそう、目めっちゃ開いてください。しじみ言われてましたけどね。小池さんしか言ってないですよ。いやいや、コメントにもありました。あ、そうですか。定期的に。はいはい。はい、YM さん、ありがとうございます。いつもクオリティの高い動画をありがとうございます。4週に見るとありがとうございます。スーパーサックス。はい。ELLE さんがね、LA さんって思うかな。はい。悪夢を見たときは2人の声を聞きながら寝ると 100% 安眠。起きているときももちろんしっかり聞いています。いつもありがとうございます。もう、聞いていますということはさ、もうラジオ代わりになってるのかな。確かに ね, ね、僕たちの動画は基本的にあんまりこう映像素材でうんぬんかんぬんじゃなくて、わりかしこうトークだけでもちゃんと内容が伝わるようには工夫して喋ってるつもりなので、そうっすね、まあ、移動中とかなんか家事とかね しながら聞くのもまあいいですよね。ヤースーさんもね、なんか安眠効果ある言ってましたからね。どういう使い方しとんねんとね。ゆうひびさんありがとうございます、はい、毎日見ているチャンネルの裏側が知れてとっても嬉しいですし、真剣に取り組んでるお二人のスタッフも方々も尊敬できます。おざます。もうスタッフがね評価されるのこれめちゃくちゃ嬉しい。これもう自慢のスタッフなんでね、マジでね、あのこうドキュメンタリーを作るためにね、スタッフが数人死んでたのを見たんで、はい、ほぼげっそり数人っていうか結構全員死んでたんですか。全員死んだ。全員神妙な顔してたからな。そうそう。なんかね、いつも下ネタばっかり言ってるオマールもね真剣な顔してたらしいというふうにうちの部屋目担当が聞きましたけど、オマールからモザイク忘れたせいでな、昨日配信時間が遅れたみたいなとこあるからな。今言わんでええやそれは。確かにこれ大丈夫っていうのはねありました。危なっかしてもありましたけど、そう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 、完全版がちょっと公開されるとひっそりあの昨日のやつ消すかもしれない。はずはずさんありがとうございます、はい、タック語彙力どこ行ったん。とんでもない連呼しすぎて笑った。いや、とんでもないっすね。あのね、タックさんってやっぱ芸人なんですよ、うん、だから真面目なことができへん人なんかも知らん、うん、あのちょっと笑っとったしな。これ
もし本人のアポ取れたら、いつから生配信の時にこれ電話して文句言おうと思って、いや文句言いましょう。とんでもないですよ、トワヤさんの。とんでもないです、ホワッキースタジオさん。とんでもないです。何やろ、何がとんでもない。普段あんだけ饒舌に喋ってるんだから、うん、そんな語彙力なくすことないやろ。びっくりしちゃったね。はい、エクさんありがとうございます。4周年ありがとうございます。こんな素晴らしいドキュメンタリーを作ってくださってありがとうございます。普段からたくさんの言葉を伝えてくださるお二人ですが、こんなに胸の内の考えや言葉をしっかり動画という形で出してくださって、もう胸がいっぱいです。100万人も目前ですが、決して100万人が節目ではなく、まだまだこれからもっと先へ行くという熱い気持ちが伝わってきました。これからもっともっとその先もずっと応援しています。あす、ただただちょっと嬉しい、嬉しいコメントですよね。はい、はい、クミさんありがとうございます。はい、お二人やスタッフさん含め本当に家族のようにいろいろ分担話し合いして動画作ってるんだなとしみじみ感じました。毎日投稿本当に楽しみにしてますが、こんなに時間かけて皆さん お忙しい中作られてると思うと、毎回大事に見ようと思います。どうぞ皆様お体はくれぐれも気をつけられてください。勝手ながら応援させていただきます。ありがとうございます。やっぱね、分担するっていうことが意外と知ってない人もいるかも。はい、ね、僕もね、尊敬する、漫画家さんたくさんいますけども、うん、まあ、100巻を超えてレジェンドとされる漫画家さんで言ったら、僕だったらね、秋元治先生とか、こち亀のね、はいはい、斉藤先生とか、ゴルゴ30とか、はいはい、やっぱりね、チームの分業っていうのは相当早いうちからやっておられる先生方なんですよね。だから短くしたら一人でもやっていけると思うんですけど、漫画家さんって俺結構聞くんだけど、うんうん、体調絶対壊すんだって。はいはいはい、ボロボロになっちゃうと。まあ、あと小田先生とかもね、3時間しか寝てないらしいですもんね。そうだから分担することによって自分の意見が反映されにくいっていうデメリットあるやんか。はい、いや俺だったらもっとこうやってテロップ入れたのにとか、こ こういう音楽入れたかったのにってあるんでね。漫画家さんもクリエイターだから自分でやった方がそれいいものはできるんだろうけど、とても習慣連載はできないと。そういう意味で毎日投稿してる僕たちとそのクオリティに差はあれど考え方は似てるなと思ったんだよね。はい、で僕たちも早々早い段階から分業制にしてるんですよ。それは 100% 自分たちで作ってるからそうじゃなくなってしまうんだけども、うん、でも長く続けるためにはその秋元先生や斉藤先生のを見習うと分業した方が長く続けるんだよね。確かにね。それって結果クオリティの向上にもつながるんですよ。はいはいはい、で一緒にやってるスタッフってマジで家族みたいなんですよ。だから家族だからこそ信頼できるようなことで、まあ、仰の呼吸でもうとにかく通常に外注したらもっと長く時間がかかるところが、どうせ小屋っきや東屋はここが見るんでしょっていう部分を分かってるから早く上がるようになってくる、うんうん、そうすると結果たくさんそういう動画を作れるようになってくると思うんですよね。それでいて質がいいみたいなね。うん、そういうのは僕たちは目指すところなんで、普通の YouTuber 事務所とはちょっと違うよっていうところらへんが、まあ、伝わって嬉しかったなと思います。ありますね。はい、続いてゆっこさんありがとうございます。4周年おめでとうございます。動画に対する熱意、撮影を止めてでも話し合ったり妥協しない姿を初めて見た気がします。お二人の真剣な眼差しが素敵でした。ドキュメンタリー中に書籍第2弾も決定、おめでとうございます。都市伝説界隈をもっともっと盛り上げていってください、応援しています。楽しみやね。ね、これ第2弾嬉しいよね。まず撮影を止めてでも話し合ったりとか、これ意外でした。あ、まあ確かにあんまり、まあ、分かんないですからね普段見てたら。ね、まずエンタメ系の YouTuber とそのトーク系の YouTuber って大きく違うのは、うんうん、まずカメラを止めないんですよね僕らはね。確かに。そうエンタメ系の YouTuber ってワンシーン撮って一旦カットしましょうとか、うん、ワンシーン撮って一旦カットしましょうみたいな、お休みしましょうみたいなこと、結構その断続的にシーンが切り替えることで止めることなんだけど、僕たちはもうずっと回しっぱなしで撮るんで。そうなんですよね。そうだから意外とスムーズに終わるんですよ。例えば20分尺の動画を出そうと思ったら大体 1.5 倍ぐらいなんで30分ぐらいかな。いやもうそんな回しないか、25分ぐらいかな。ぐらいですね。そう回して20分になるぐらいの感覚なんで、うん、結構無駄がないんですよ。そうそうそう。まあ、それはその撮影前までに入念な打ち合わせと原稿作りっていうのがあるんだけど、うん、やってみたタイミングでちょっと違和感を感じることってやっぱあるんですよね。まあ、撮ってみるとねやっぱ違うんですよね。そうなんかそのなんか作った時は1週間前だったけど、うん、そうそうそう、その日に何か事件が起こってこれちょっと配信にふさわしくないんじゃないかなとか、こういうニュースをアドリブで言った方が面白くなるんじゃないかってことはその都度まあ話し合ってるんで、そういう時はカメラを回しっぱなしなんだけど、カットしてますよね。まあそれもありますね。まあ、だからゲストの方で普段 YouTube やってなくて他の YouTuber 出たりとかテレビ出たりしてる人はびっくりする方いますよね。いやびっくりされる本当に。そう、これ回しっぱなしなんですかみたいな。そうしかも本当に無駄ないっすねとかね、うん、すげえ褒められたり驚かれたりするんですけど、僕たちはもう1日最高16本撮影とかね、
小池さんもっとやってなかったこれ20分だあったあるからどんどんやっていかないと撮れないんですよ。だって毎日2本投稿してるし、僕 Vlog もやってるから、まあ、そういう感覚です。そうね、はい、そして書籍化2弾ということでね、はい、はい、やっぱこれはもう念願ですよね。まあでもまだね、うん、何も発表されたわけじゃないんで、うん、一段がスムーズに売れればみたいなもんなんで、そう、ドキュメンタリーでもさ、なんか俺のあの打ち合わせシーン使われると思ってなかったんだけどさ、はい、3万部行きたいみたいなこと言ってたよね。そう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 、だからあんまりこのなんかリアルな数字出すのやらしいなと思ったんだけど、重版も決まって、まあ、大体今1万8000部ぐらいなのかな、売れてるらしいんですけども、3万部行きたいんですよ絶対に。お願いします。そう、3万部行ったらなんかできることが広がるんだって。そう、まあ、例えば各地でイベントやったりサイン会ができたりとか、どんなことがあるかは分からないですよ。例えばそれがドラマ化とかあるかもしれないじゃないですか。いや、ドラマ化、ドラマ化、それがさ、だって10万部とかいったらね、もうベストセラーって言っていいらしいじゃないですか、はいはいはい、そしたらなんかもう僕たち憧れのアーティストがエンディング曲歌ってくれてますとかさ。ドラマ化したい、どうした急に。ドラマ化したい。いや今僕は半分冗談で言ってるんで、ドラマ化いいね。だってね、角川の人もさ、確約できない約束はしないやわざわざ。確かに。だからできることが広がりますんでって言われたんだよ。じゃあ俺それできることが広がるってなんだろうと思った。だってサイン会とかさ、イベントは僕たちもできちゃってるから、うんうんうん、わざわざ角川さん主体で何かしていただくっていうのは考えられないやん。でも角川さんがさ、もしね書籍で成功したら、ドラマ化テレビみたいなことをちょっとすごいな、メディアミックス、欲が出ちゃいました、はいはい、そういうこともありかもしれませんから、夢はね見たって別にただなんで、はい、そう、でもやっぱ最低基準3万部はいかないと、はい、やっぱダメらしい。ちょっとお願いしますよってことで、ぜひね、まあ、2冊目3冊目買うてくれっていうのもなんなんで、その買ったらなんか友達にあげるとか、誰かにプレゼントしてみるとかでも全然構いませんので、ちょっとね、はい、あの数字の面で応援していただけたら嬉しいです。いや100万人近くおるんやから、うん、買ってない人の方が絶対多いんよ。まあまあそらそら現状、うんうん、頼みますね、はい、ちょっと私が見た未来までとは言わないから、はい、もうちょっと10万部ぐらいまでサク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 パンダ頼みます。お願いします。はい、続いてなぎさん、ありがとうございます。4周年おめでとうございます。普段見ることのできない制作場面は見れて嬉しかったです。改めて動画の撮影編集企画って大変なんだなと思いました。毎日楽しい動画を届けてくださりありがとうございます。もうすぐ100万人に行きますね。これからも応援していきます。頑張ってください。ありがとうございます。続いてユリックさん、ありがとうございます。小安さん、4周年おめでとうございます。ずっとお二人に密着した動画を見てみたいと思っていましたが、こんな特別な日にこんな素敵な動画にして見せていただけるとは思っていませんでした。内容を全部覚えておきたくて全内容をメモしながら1時間見ました。すごっ。最後まで見たらもう胸がいっぱいで、自分のメモなんてなくても小ヤッキーさん、東屋さん、スタッフさん、共演者さんたちの皆様の言葉が頭にちゃんと残ってます。このドキュメンタリーを見て今まで以上に毎日の動画を大切に見たいと思いました。ありがとうございます。こんなに素敵な人たちを知れてファンになれてよかったです。これからも応援します。嬉しい。ありがとうございます。いやもうありがたいし、このユリックさんってね、僕のビゴライブとかを見てくださって、はいはいはい、感想とかをね後にインスタとかに載っけてくれたりするんですけど、すごい細かくね、僕が言ったことを覚えてないことまで書いてくれてるの、はいはいはい、だから、ね、皆さんのこういうコメントとか感想めちゃくちゃ嬉しくって、うん、あの時俺なんて言ってたっけとか、そのこの動画で面白いところどこだっけっていうのは後で振り返る時コメント欄見てめちゃくちゃね役立つんですよ、はい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 、でそのコメントの多さが結局需要の多さだったりすることもあるんで、ね、じゃあこの要素を次の動画でも入れようって思う、うん、そのきっかけにもなるんで、こういう方めちゃくちゃありがたいんですよね。助かります。ありがとうございます。続いてターさん、ありがとうございます。4周年おめでとうございます。このドキュメンタリー動画にすごく感動しました。裏側や日常の動き、コラボされた方へのインタビュー、スタッフの思い、語り全てにおいてこの動画貴重だし素晴らしいです。毎日私たちを楽しませるためにすごいハードなスケジュールをこなしている小安さん、東屋さん、本当にありがとうございます。私は小安さんを見始めてまだ1年と少しですが、これからも応援します。5月5日生配信で100万人お祝いしましょう。ぜひ。もうそれ以外は何者でもない、もう本当に一緒にお祝いしたい、それだけです。お願いします。はい、ジェニャオンさん、ありがとうございます。小屋ちゃんから見ているので、小屋さん初回から見ることができていて、歴史を共に歩みていることをとても光栄に思います。途中に小屋キーさんの休養や東屋さんの不在などいろいろな問題も飛び越えてここまで飛躍するこのチャンネルをこれからも応援しています、ということですね。あのいろいろなんか毎年 1,2 回はトラブルあるんだよね。まあね、でどっちかはいなかったりするんだよね。そう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 、人生長いから。うん、で俺さ、ちょ病気で休んでた時で、東屋くんが謎の脅迫を受けて休んだ1年前、思うんだけど、ネガティブというかマイナス要素やんそれって。そうよ。そう、ただね、今月東屋くんがあの海外旅行に行くからお休みする期間とかもあるし、 ありますね。そうで、僕も別の仕事があって大阪に行くからちょっとお休みする期間もあるっていうふうに、はい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 、
ポジティブな要素でお互いがお互いを助け合ってるシーンが出てきて嬉しいなと思う。確かにね。そう、なんか昔みたいにどっちかしか出てない時はその再生数が落ちるとかじゃなくて、どっちが出ても今はコンテンツ力もあるけども、ちゃんとある程度担保できてるよ再生数が。やっぱそれなりに応援してくださる人のおかげで、いやほんまありがたいよ。 それぞれが必要な休みを取れるなと思ってるんですよ。だから他のことにね注力しなきゃいけない瞬間もあるんで、その時にいや僕今これ1週間休んだ数字落ちちゃうなみたいなことあんま気にしなくて済むだけでもめっちゃ心にゆとりがあるんよ。だからもう支えてくれるみんなのおかげよね。そうだから俺この年になってさ、あのずっと長年その喋り続けてるからね、喉をちょっとあの切った方がいいよみたいなこと言われてたわけですよ。 ありましたね。そういうこともちょいちょいこう通院しながらできたりとかっていうのも頼もしいスタッフや相方がいるからできることなんでね。だって5年ぐらいやるんためらってましたもんね。マジで本当にね、うん、もう当時は時間がなくてね。そうですね、はい、夜中ちょっとふとした瞬間にあの相手もねそんな時間にやってるわけもなく、うん、でしかもねあの手術なんかしたら1、2週間声出ませんのが言われたらもう死ぬって思ったから。まあね、そう今でもね医療技術も発達して、あの月に1回通院してその日から大きい声出せないけど収録ぐらいだったらできるみたいなね、そういう風なことにもなったりしてて、まあ、みんなの応援のおかげでこういうことができるようになったなと思います。ありがてえ、ありがとうございます。続いてのりたま、ありがとうございます。4周年おめでとうございます。YouTube への姿勢、スタッフさんへの仲間への感謝、全てに愛情を感じてチャンネルも関わる方々も応援していけることが幸せだなと思いました。過去を振り返るエンディングに泣けました。幸せの動画ありがとう。ありがとうございます。エンディングさ全然監修で見てなかったからさ、はいはい、急にニューワールドオーダーなんかでびっくりしたよな。なんかちょっと感動的なね、普通のってさ感動的な BGM なんか流れるじゃないですか、はいはい、感動する BGM じゃないじゃんニューワールドだって。まあでも小安さんの今のテーマやから。ああそう、うん、でもなんか俺だそれだったら過去の映像も流れてるからウルトラソーとか の伴奏を流したらいいのと思った。いやまあそれも考えたんやけど、うん、なんかあんまりそういう空気じゃなかった。ああそう、うん、あじゃあこうするわ、あの完全版の時はエンディング変えろじゃん。あそう、俺がちょっとディレクターズカットしたいんだ。あそう、はい、だってあの過去の映像っていうのはさもちろん最近してくれた方もいるんだけど、あの誰にとってもいいと思うんだよ、うん、だって最初の方から見てる人たちも懐かしいなって思えるし、最近知ってくれた人たちもあこういう時があったんだみたいな、こうやって黒髪やってんやとか、そうね、遠野めっちゃ垢抜けたやんとか、うん、そういうことが知れるから。今ってなんか YouTube さその過去順に並べられなくなったやん。いやそうなんよ、あの解約許せん。なんでなん YouTube さんこれ。いやほんまにこればっかりはマジで許せん、うん、あの視聴者側の意見ですか。はいだから人気動画順とか最新順にはいけるんだけど、過去順にはちょっとなんかあの余計なプログラム使うのは無理なんで、そんなこと気軽にできるなってくれたらいいのになと思うんだよね。許せんわ。そうだから昔の映像見た時にこれ何の回だろうみたいなね、このコメントであったんで、はい、ぜひあの発掘してください。お願いします、はい、というわけでたくさん読ませていただきましたけども、ありがとうございます。まだまだね本当は読みたいんですけども、この熱い気持ちとコメントはですねぜひとも生配信の時に、ね、続きを読ませていただきたいと思います。はい、はい、ということで本日緊急に動画を回していましたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。5月5日21時コエッキースタジオで YouTube 生配信でお会いしましょう。それでは See you. Bye. 明日も配信あるよ。バイバイ。